行ってきました。ビーギョス界ポンティアナさん30周年おめでとうございます。アジアアロワナの原点、赤さの基準、日本のアロワナの魂、 YouTube 初特集、超大ボリュームでお届けします。やっぱその時は本当は赤い魚はなかなかいなかったんで、やっぱりプレスはすごいよ。だからやっぱりこういうのがね、固定できたんだね。はい、というわけで流魚世界ポンティアナさん到着です。私初めて行ってきました。アジアアロワナの飼育を始めて約15年くらいになります。その間にいろんなアロワナ雑誌や図鑑を手に取り読んできましたが、流魚世界ポンティアナさん、アジアアロワナを飼育している人の中では知らない人はいないと思います。間違いなく日本のトップブランドですよね。早速店内に入ると、常連のリュウさんはアロワナを食い入るように見ていました。今回たくさんのアロワナを見ていろんなアロワナを撮影してきましたが、前回の入荷が2021年の8月頃ということで、今ポンティアさんにいるのは売れ残りだったり下取り魚、そういった個体が多かったと思いますが、それでもやっぱりウルトラということで非常にかっこいいオーラが出ていました。それでは店内の様子を、撮影許可をいただいたのでアップさせていただきます。ウルトラレッド、日本ではトップブランドとして神格化しているので、名前のかっこよさ、重みがずっしりと伝わってきました。冒頭でもお話ししましたが、日本でアジアアロワナを飼育している方でウルトラレッドという言葉を見たり聞いたりしたことのない方はいないんじゃないかなと思われます。本当に有名なお魚ですよね。ウルトラレッドから出るオーラもそうですが、日本最古の老舗ということで、すごい、なんでしょう、言葉ではうまく表せませんが、アジアアロワナの歴史といいますか、重みといいますか、身にひしひしとプレッシャーのようなものも感じました。この動画を作ることは普段より緊張が大きいです。私は今回初めて足を運んだ身でもありますし、長年のマニアさんから見ると自分なんかが YouTube に紹介アップしてしまって申し訳ない気持ちもありますが、見ていただきありがとうございます。快く撮影させていただいた坂本さんに感謝です。ありがとうございます。ウルトラレッドの始まりのお話、アジアアロワナの飼育テクニック、知識など大変貴重なお話を聞かせていただきました。今回長い動画になりますが、もしよければ何回も分けてでも見ていただけるとありがたいです。また今回は常連のリュウさんにお力をいただき、自分一人では撮影できなかったポンティアナさんの撮影になります。流魚世界ポンティアナさんの魅力を、坂本さんの魅力をご覧ください。この中にベタイカ候補のアロワナがいるそうです。多分坂本さん同じこと言うと思うけど、これですよね。これ、はい、これ。これどういう特徴なんですか。まあ内側が光ってる。こう黒ずんでないっていうのかな。はい、あとこう雰囲気もそうだし。肩口のが結構内側までも入ってるし、色がね。こういうの見るのも面白いですよ、5匹ぐらい泳いでるの。これ絶対の可能性もあとはダメ、それがベタアカのなる可能性がある。まだ断定はできないよ。なる可能性があります。なる可能性が、うん、可能性が高いやつだね。可能性が高い。だこれヒレがちょっと入ったところが、少し多少波打ってたんで、今それをカットして、今修正して、波打ってると全部カットして今が直してるんです、修正中。まあこれがヒレ直ったら単独にして、ちょっとこの値段では売りたくない。修正したら、もうこれで、これでも売れない。あ、本当だ、今気づいた。安いんだ。今だったらこの値段だけど。今ヒレがちょっとほらね。全然買いですよね。波打ったんで、これも手術して今。手術っていうのはパサって切るってことですか。そう、こう変形してる部分をね。だからどうしても間にバラバラに今なってるんで。抜けてるところは全部だから俺はカットしてる。まっすぐなところだけを残して。で、今再生中。
個人的にはこういうのもすごいかっこいいと思いますけど、この子も。ん？この子もかっこいいなと思うんですけど。あ、その子？はい。あ、それは確かね、B 品だと思う。B 品。うん、アゴズレしてよ。あ、アゴズレしてでしょ？はい。うん、それ B 品。もうこのくらいのアゴズレで B 品ですか？それ B 品で入ったやつ。へぇ、それはだから1キッパで売るやつ。おぉ、1キッパだと。やっぱ、ウルトラはもうやっぱ高いんで、向こうでもかなりチェック厳しい。だからちょっとでもそうなったらもう安く跳ね、全部跳ねる、跳ねるから。向こうで全部してる。そうやってアゴズレしたのも、それも安くなる。もう B 品としてくるんですか。他の方だとこれは普通の値段で混ぜて入ってくるレベルで。ウルトラはもう、ちょっとでも。ウルトラそういうことちゃんとしっかり分けてきてるやつ。逆にウルトラチェック厳しいよ。だから俺も安く売れるし。いつ頃入荷したんですか、これは。去年の8月も終わりだから、ちょうど、11、12、12、5ヶ月。5ヶ月。で、水槽がいっぱい開いたら、ここから俺が選んで、犬をおられる。こういったほら、ホームページアップしてる。俺ファンアップまでしないけど。売れ残りでこれなんだよ、すげえと思う。それじゃあ、こんな感じ絶対無理だよ。すごいですね。こいついいな、こいつ。これ。別ベターか。坂本さんにベター化候補、ベター化候補。上にいるのがでかいですね。うん、まあこれ普通標準かな、色的には。ただこれちょっと LED の赤くなるのつけてるんで、実際ほらね、赤く見えるよね。でも V シルクだとここまで赤くないんで。まあ、ね、これはまあ標準のウルトラかな。大体これで今6歳、6年ものですね、まあ、ウルトラとしては標準レベルだね。だから残っちゃってるんですよ。これはでもずっとお店にいたってわけじゃなくて、これちょっとお客さんが一回買ってて、ちょっと理由があってね、うちで預かって今売ってあげてる、これもリンクがあそこ太くあるのなほらこう、はい、色は出てるんで、あそこまで色がきれいに入ってくれれば、ラショ交流になるよね。またそこまで色が乗ってきてない。多分これラショになるやつ、ラショだね。ガラスで？ガラス。それこの色だ。1800の？800。高さも確かね。だから変なんだよ。高さ700でしたっけ？ちょっとね、700。ほら。ねここまで入れて700で、ここはだから蛍光灯を隠すためにほら、こんだけ、実際だから600の水槽、これ香港です、香港さん、香港で作ってる。台湾じゃなくて香港か。香港産の水槽を輸入するってかなり送料かかりそうです。あ、じゃあ運賃はるかにかかる。で、これ香港だと日本ガラス安いんで、多分これでね、3万ぐらいだ。3万ぐらい。で、送料の方が高くて、原価で10万ぐらいになっちゃった。それでもアクリルより全然安いんで、本当はこれだったから大量にって販売しようと思ったんで、とりあえず1個試しに入れようと思って来た時に、トラック来た時、重くて4人で開かなかったんだよ。あ、4人だ、やばいって感じで、たまたまどうしようって言ったら、たまたまお客さん来てくれたんでね、6人でやっと運べた。で、その時思ったら、これ入れて売ってもこれ運ぶの無理じゃん。それでは諦めた。値段的には10万ぐらいで。送料も。でも、アクリルより安いって言ったら。全然安いよ。全然安いよ。何年ものなんですか、この水槽。もう大体の頃、2、3年経ってからだから、もう27、8年は経つ。すごい。だから、あまりに重くて、重さで挫折した。これは売れてもこれ、配達無理じゃん。ほんと、6人でやっと、ここまでこんな感じ。もう石みたいに重かった。なかなか珍しい水槽です、でもこれほら、こうやってアゴなんか出てて、いい品だね、あれだね。ちょっと選びをかかってるよね、呼吸荒いでしょ。これもちょっとね、これなんかちょっと消化してみて、選びをほら、口開けて呼吸してんじゃん。あと、これ選びにかかってるよね。ちょっとエラめぐれてきて、切ってもちゃんとなかなか生えてこない。まあ、これはもう、運が悪いと実証ね。この子は坂本さん、これもちょっと性格が性格、エラパックにめぐちって、これはもう原因は分かってるんで、水槽が狭かったんで、だからちょっとここに広いところに入れてね、こうやったら治るんで、こうやって管理してから、でも奥行き60でこれエラめぐれちゃったんで、それ以上の水槽に次入れてあげないとまためぐれてきちゃう。今年齢60以上のやつはもうこういうのになっちゃうからさ、でもここしかないんですよ。じゃあここにちょっと入れて、
でこれメスなんでおとなしいんで、だから絶対逆にやられてるもんね。この子はそこにいた子だ。逆にやられてる。一番大きいのに。ね、避けてるでしょ。うん、エラメクレの原因っていうのは、そのさっき言ったやっぱ水槽が狭いとか。一番多いのがやっぱり水槽の狭さ。あと水質。あとやっぱ環境に、環境、音とかそういう振動でストレスでなる場合もある。基本的にはトータルストレスはストレスなんだ。トータルストレス。うん。で、その中でやっぱり水槽の狭さが一番多いね。なんか人間って言ってもなんか豪華に見えちゃう。色はすごいけどね。と性格とか、この子は3歳ぐらいですか？2歳半。もうちょっといってるね。もうちょっといってますね。3年ぐらい前のやつなんで、実際入った時も1年経ってるんで、もう4歳ぐらいにはなってると思う。この子いくらですか？だから50万です。50万。B 品で？これ B、これ B じゃないの？ B じゃない。それでこれは治るやつなんで。治るやつ。あ、それ B じゃない。治療中で今広い水槽に入れてるところです。そうそう。治ったら、だからこれちょっと安くてない。なるほど。で、ちなみにこの B 品の、坂本さん的 B 品のその定義って何でしょう？欠点がある。欠点がある。欠点とは？欠点はいろいろだから。性格が悪い。はい。それから、まあ、顎ずれとか、極端に目が下がってるとか、そういう、体に対しての欠陥があるやつね。それからあとは、まあ、ほとんどこの2つだね、うん、別に体はどこも欠陥なくても性格悪いやつだから、やっぱり食が遅いやつね、1匹だと、うん、性格悪いやつね、うん、この辺もやっぱり B 品になるよね。餌を食べないとか。そうそう、だから餌食べないというのは 2通りあって、はいはい、1つはだから生まれ持ったらそういう食が遅い、性格が悪いやつ、神経質のやつで、もう1個は体調崩したり水が合わなくて餌食わないパターンとあるけど、でこっちの場合はほら改善できるからね。だから僕がやって、それで俺そういう水餌とか、あの体調悪いとか水が悪いとかそういう原因じゃなくても、餌食わないやつなんで、もう性格悪いやつなんで、こんなにかいるやつ生まれ持った、でそういう子はやっぱりもう単独だとやっぱりなかなか餌食ってくれないんで、こういうのは混栄で飼うしかない。混栄だと餌ちゃんと食べるんで、うん、でこれ混栄用、まあそういうもんだから、何だからね、どっかで売るけどこういうのは仕方ない。単独で買う人にはここにいる魚は勧めない、うん、生き物だから仕方ない、必ずそういうのは出てくるんですよ、うん、以上ありがとうございます。いや、基本的にはここはベタアカいない。ベタアカいないですか、この中に、うん、この中に結構いるとかラッシュオーだね。そんなにベタカも本当にいないから。ベタカも本当にいない。全身真っ赤は。リュウさんのアロワナすごいな。なかなか。一匹マスクね、一匹いるだけだもんね。あれ本物のベタカ。そう、入り口の真ん中にいるでしょ。入り口の真ん中。あれはベタカ。でもそれはその草で完成してからね、すごいよ。ベタカ。あ、これですね。まあ、これもなかなかいない。すみません、このエルトラ F5 がその8月ぐらいに入った。8月の30日、8月30日に入荷して、だ約5ヶ月だね。5ヶ月、うん。これが紅白になりそうなタイプですね。そうだね、下地が結構これ白いんで、で F5 なんで色は必ず赤い色が出るんで、うん、このまま下地が中まで色が入ってこなければ、オス、ね、紅白に。でになる可能性があるやつ。可能性があって、うん、白定ってことですね。まあ、白定とかもう紅白の方が日本だと分かりやすいかな。うん、向こうではね、あの白定って言ってる、ね。白定って言うんですね。日本では紅白って言ってる。日本では紅白。うん、紅白の方が分かりやすいから。うん、中国でもやっぱこういうのは白定ですよね。下地が白い。うん、白いね、そこって感じ。白定。中国で白定って、あそこは分かんないけど。でこの時これ確か俺、うん、年賀状で見つけたんだもん、ね、この時赤いのがいなかったんだよ。この紅白やっぱ超レアってことです。レア、やっぱなかなか出ないこの紅白は。そう、鱗が白くて、なおかつこうやって赤が出ないとダメなんだよ。なおかつ赤が出ない。ね、でこの白っぽいのってやっぱなかなかこうやって赤い色出ないんだ。だからやっぱなかなか少ない。少ないんだね。で理由はやっぱりほら、現地ファームであの
まあ誰もみんなそうだけど、幼魚で選ぶとき、はい、やっぱりこう白っぽいのは赤いのが出ないってことでオレンジになっちゃうよ、ほとんどこういうみたいに。だからほとんどもカットするんだよね、やっぱり。俺もカットするし、他のファームだったら安いとこ絶対カットするんで、はい、オレンジになっちゃうから、はい、で余計ね。じゃあオレンジでこうやって白とかじゃなくて赤くてもう白っていうのがすごい貴重ってことです。紅白点だからね、はい、紅色の白で描くから、ね、赤、あの運動会の紅白と一緒 で、 で、ね、赤って白じゃないとダメ、はい、でこれでオレンジだったら紅白とは言わない。だからなかなかにね、こう でも下地が白いんで、これ、はい、これだと白手っていう、はい、まあ向こうって白手って名前だね、チャイナでは白手、下、うん、下、白い底って書く。これオス、こうやって見ればわかるけど、紅白の条件、はい、みんな胸びれが透明なんで赤くないんですよ。胸びれが透明、ヒレも薄い、ほらこれが紅白になるんで、でこれがその紅白、上から見るとヒレも薄い、透明で、ヒレも薄い、ヒレもね、胸びれ、白くが紅白になる可能性がありやすいけど、でもこれは、うん、下地がね真ん中まで白いんだけど、真ん中から上の鱗がねちょっとグリーンかかってるんで、はい、下地が白くないんで、これは紅白とは言わない。みんなでね、赤が出たもんね、赤が出ても紅白にはならない。でも紅白ってこういう感じ、若いでしょ。紅白大です。ちょっと待ってね、今これホームページでアップしてるんです。これでも分かるか、はい、で紅白な、まだ赤くないけど紅白になりやすい、はい、下地が白くてもだいまだ子供だからね、これはね。でこの色なんで、これはなってるじゃん。逆にあえ て、 ホームページだとするときはもう最低でも、まあ、実はその見たまんまの色で、ねはい、出すのが一番ベストなんで、はい、なるべくそれにこだわってるよね、色は。でも見た感じこんな感じだった。これはもうすぐ売れちゃった。アップして次の日です。アップして次の日、ホームページ見てすぐ感じ、紅白、最近売れた紅白ですね。そうだね、やっぱ紅白ずっと欲しかったみたいで、一回切らしてるんで、大体1年とか2年間で頭くるっていくんですよ、はい、ほとんどが、はい、でこれはなってないんで、これは本物のゴールデン、本物のゴールデンヘッド、ゴールデンヘッド最高峰な、いないしょ、いや、でもすぐです。ゴールデンと慣れの果て、これは お客さん買った時に頭も全部引っ張ってた、金の塊、はい、でこれは抜けちゃって、これが本来の色、これが抜け、あでもこの子はこれ本来の色で背中の毛は全部引っ掛けるんで、はい、化石にとって悪い、あのいい方、化石にとってはいい方、うん、ただやっぱり光沢ないよね、はい、向こうと違って、はい、でこれは光沢がないんでやっぱり雑種だね、雑種、うん、じゃあさっきのあのゴールデンヘッドはあれは野生では存在しない、野生では存在しないっていうのはないんで、はい、やっぱり人工で改良してきてる、改良品種、その中ではあれ黒くならないし、光沢も野生の個体に近い光沢になってるんで、まあ化石の最高峰と言っていいんじゃないかな、うん、まあでも、うん、まあ俺から言えば純血じゃないやろ、雑種、人間が作ったやつだよね、うん、国産化石、希少な個体。奥にも部屋があるので行ってみます。はい、これも結局ほらね、頭も黒くなってないし、もうこれ2年以上経つんで、うん、これも、まあ、ゴールデンヘッドって言えるやつだけど、やっぱり向こう見ちゃうとね、光沢ない、ね、光沢ないよね。さっきのゴールデンヘッドすごかったですね。やっぱ化石ってのはそのやっぱ鱗の光沢が最大の魅力なんで、これもだから人間が作る雑種、うん、でもこれもまだ頭に金が残ってるから、まあ、そういう面ではゴールデンヘッドで、あのゴールデンヘッドってことですよね、うん、なる魚、言える魚だね。へー、じゃあサイカ、サイカ本当なの、あ、これサイカ、あ、こっちの方がいい、完全に中に入ってこないです、サイカ、サイカってのはあの赤い色がこれ以上内側に入ってこないんです。で、際もはっきりしてる、ほら発色してるとこと発色してないとこがはっきりしてるでしょ、ボケてないでしょ、内側がグラデーションかかってなくて、こういうのがサイカです。中に色がぼやけて入ってこないんです。すごいですね、なかなかいないです。これサイカ、これすごいですね、小さい時やっぱ分かんないよね、これからやってやると分かんない、理由はこれでほら鱗の内側金属光沢があればこれから買い込むと入ってくるんですよ。これ光沢がないんで、はい、これ以上入ってこない、うん、で下のこれ下地がこれ
グリーン色、はい、でこういうのは緑皮ですね。なんていうんですか、緑皮。緑皮下地が肌によって緑、グリーンがっていうのも、はい、緑皮です。緑皮、うん、これ綺麗ですね、彩覚。これ彩覚、これ大切だよね。ちょっと残念、こういうのは素格っていうんですかね。これだから普通の血行流で、中が薄くグラデーションがあるやつから血行流になる。ただの血行流、一番多いタイプ。一番多いタイプ、うん、内側に薄くグラデーションがあって、頭が入ってくるのが血行流。ちょっとね、頭の入ってきてるよね、すごいやーっとね。血行流、血行流。坂本さん、これ下のはあれになるんですよね、多分脱色ですよね。ん、ちょっとダブルリングっぽいけど、あ、これは脱色。ただこれ下の色なんて色はこれだから、ここで分かると思うけど、やっぱり脱色とか血行流っていうのはやっぱりその赤色が出ないとそういう名前つかないのよ。脱色っていうのは、脱色ってのはラー油、唐辛子から来てる、はい、あの名前なんで、はい、やっぱ唐辛子みたいに赤くないと脱色って言わない。じゃあこれは脱色と赤くないから、うん、脱色と言わない、脱色と言わないことなんですね、うん。これで赤色が出れば初めて脱色って言うね。これちょっと、これまた、これした時のやつ、そこそこはね、うん、うん、赤くなる可能性が持ってる、これから。でもこれ今フィッシュルクスですか、当たってるの。フィッシュルクス、でもフィッシュルクス当たると赤く見えますよね。やっぱ普通の蛍光灯から比べるよね、赤く見える。でもこの当たってないところだとオレンジだから言えないってことなんですか。まだ、はい、まだ羅生って名前ではうちではつけられないかな。羅生タイプだね、タイプ、うん。じゃあ本物の羅生だったらフィッシュルクスは当たってなくてももっと赤いってことですか、ね。いや、やっぱりある程度フィッシュルクスで、なんていうのかな、フィッシュルクスが一番僕ずっと見てるんで、はい、その赤の微妙な色が一番分かりやすいんで、はい、いつもだからこれをであのコメントしてるよね。で逆に今ほら LED でみんなほら赤くなるのが多いんで、あれだと赤く見える、これ今の LED、うん、もうこれもかなり赤く見える、ね。だからあえて俺も今の LED はなるべく使わないようにしてる。昔ながらのフィッシュルクスってことだね。まあ、これだとまだちっちゃいんで、一応羅生タイプだ ね、 タイプ、赤くなる可能性は持ってる。背中が盛り上がってるタイプの、そうそう、あの最近あのよく見るショートと違いますよね。なんか聞いた話でこういうのすごい本物のショートだって聞くんです。こういうのってあるんですか。いや、もう見たまんま、見たまんま、やっぱ胴短いじゃない。はい、でこういうのショート、やっぱショートだね。中国人がこういうの好きなんでね、本当はプレミアがつく魚だよね、ショートはね。普通よりもだいたい値段高く言われる。いや、このショートやっぱすごい、やっぱ珍しいってことですよね。すごい、やっぱなかなか出ないよね。それもだから危険だけど、プレミアがつく危険なんだよね、はい。いや、すごい。最近ネット見てると、やっぱよくあのショート個体すごいインドネシアの方とかの写真とか見てるとよく見るんですけど、こういう背中が盛り上がったショートってなかなか見ないですね。そう、俺はあんまりショートって好きじゃないんで、あんまりこれはちょっと特価で安く出してくれたんで、普通じゃ F5 って60万以上するじゃん。本当はこれ単品だったらだいたいショートなんで100万ぐらいの値段付き合わせなんだけど、ちょっと胸びれがちょっと危険なんだ。あ、右側がちょっと短くて、ああ、なるほど。それで俺は B 品で出してくれたんで、逆にあえて完品よりも安く。ああ、なるほど。あえて完品よりも、うん、特定っていうのおかしいけど、下地が黒いタイプで、これもなかなか、うん、少ないかも。下地が黒いやつは、下地が黒くて赤が出るやつね。はい、うん、やっぱメスですかね。メス、お客さんのところでこれのやっぱり20年もの見たけど、どす黒い赤で、逆になんつうの、綺麗じゃなかったみたいな。黒ずんだ赤になっちゃって、下地この黒いやつはね、赤が濃すぎて、赤を超えてこの黒ずんだ赤になってくるんで、このブラック黒いタイプは長く買い込んでいくと、あんまりこれは綺麗じゃないかも。赤通り越しちゃうと思うんですか。そうそう、黒ずんだ赤になって結構赤く見えると。白いところで買ってもね、白いところで、でそのお客さんも真っ白いところで買ったんだ。それで真っ黒、真っ白の水槽で買っても真っ黒なんですか。今回それ20年かかって、20年かかって、あ、それの写真あるよ、はい。あ、この子、あの人はね、この子、はい、これ20、そうそう、これ見てください、あのサイズの20年後、水槽はこれ、ほら見ればわかる、真っ白い水槽で、そこも白いところなんで、この環境で買って、あ、この子だね、ウルトラトップでしたよね。
そうですね、そう、よくトップだね。これ20年買ってた。トップなんてもう今買ってる人少ないよ。もうね、これは俺ベタ系、赤だよね。はい、うん、これはだから、これはラッシュ系なんでここまで太く出てるけど、こっちの方が赤くなってる。こんな感じでやっぱ黒ずんで見えちゃって、はい、これがそのなんて20年後こうなっちゃうから20年後こうなる感じ、釣りやすいそうでこういう色だからね、そこ黒だったらもっと黒ずんだ感になるよね、うん、ちょっと、うん、公演してるのにすごいですね、うん、まあ俺のこれぶったまげたのやったからこれ白い水槽でこの子もだからアルファにこだわってるんで蛍光灯もこれ1万2000キロで、うん、フィシルクじゃないですよ、白蛍光灯でこんなに色出てるんですか。これなんです。一切これ色ごまかしてないんで、俺もほらカメラマンと一緒にいたからで、色そのままアップしてのっけていいからね。やっぱ20年間をとウルトラモンってここにいるのがまた貴重な答えだけど、ベタ赤3タイプいるんですよ。これが5年ものだとまだこの環境でこんな感じ、ね、これ10年もの、これ20年もの、20年ものベタ赤も20年間とこんでかかいんだね。これ貴重な写真なんだ。これ貴重です。まあ、そこまで知らなかったですよ。5、10、え、なんだ5年もの、10年もの、20年もの5、10、20、うん、これ書いておきたんですね、ここにね、買い込んで赤くなったあの、この俺はこの仮面取ってき、実際 どれをほら、本瓶に乗っけるか分かんないじゃん。あ、なるほど、なるほど。だからね、そこまでは俺も分かんない。たまたまこう、乗ってるんで。この棒これは持ってます、これそうですこの棒なんです、最近のやつですね。2、3年前ですよね。貴重なこれは3ショットだと。この真っ黒いのがこれですね。そうだね、あのタイプはだから、あれまだ取られてまだ3年歳なんであと15、6年買うとこんなになるかな、はい、あれをあと15、6年買うとこういう、こういう水槽でもここで赤くこだわりしたらこれこういうのね、落ちすんだいや、でかい。この水槽3メートルですか。3メートル20、3メートル20、うん、大きく1200。ここには、ここはもうほら、うずらの買う人が下取りで持ってくるやつなんでね、だから赤くないよね。お客さんたちが下取りで、そうそうそう、やっぱウルトラメシャとね、こういうのでやっぱり嫌になっちゃって。金魚もいるんですか。金魚、これ金魚、これ金魚ですね。うん、それ金魚、それは金魚もそれ珍しいや、珍しいですね。バティックってやつ、バティックですよね。バティック、あ、わかるね。すごい珍しいんじゃないですか。珍しい、これは。これは薬でごまかせないんで、結局こう容疑でも現地でも高いよ。突然変異ってことですか。うん、めちゃめちゃ珍しいんじゃないですか、このバティック。うん、バティックはね。たまたま下取りで入ってよく見たらバティックだった。おお、バティックじゃん。バティック、うん。あれはバティックってのは薬でごまかせないんで、やっぱ小さい時から分かるんで、高いよ、容疑だと。下手なゴールデンエッドよりも高い、バティックの方が。でも下っ腹の方まで黒いから綺麗に。下っ腹が黒くないとはバティックじゃない。下っ腹が黒くないと、下っ腹が黒くないと、下っ腹が黒くないと、はい、何気の奥の金、あれがバティック、バティック。おー、まあでも赤で言えばラショウ系だよね。リングがほら太くリング状にこう出るからさ、まあ赤で言えばラショウタイプになるんじゃないの。これ赤ですか。そこもさ全部赤ですよ。赤、全部、これはだからオレンジってやつだよね。まあ一番下のランクになる。下取りだ、下取り、これ全部下取り。で普通のはこれなんか胸びれやほら透明でしょ、色もせでしょ、はい、普通白い汚れってのは大きいのがこうなるとみんな赤くならない。だから紅白っていうのは白帝とかね、やっぱりなかなかいないのはそれもあるじゃない。これ白びれの個体でその紅白にならなかった個体ってことなんですね。ほとんど白いやつはこうなる、胸びれ透明のやつ、みんなほとんどこうなっちゃう。みんなこうなっちゃうとこなんですね。そう、白むだからこのファージャー、うん、ならない、ほとんどほとんど紅白は出ないと、こうなっちゃうと。これでも例えば単独で飼育して色出ないんですか。もう、まあ、無理無理だ。この子さん無理、この子たちは無理、うん、もう無理。この辺でスーパーレッドクラスになるよね。スーパーレッドクラス大体色ぐらいだよね、はい、まあ赤いライトを当ててってことですか。そうだね。でもあれだとやっぱり結構とかの名前は付けられない。赤くないじゃん。分かりやすいとこの辺がだから後ろのオレンジってこの辺のクラスを中間ぐらいのやつをだいたいスーパーレッドで感じて俺は言ってるね。で赤くなって初めて結構とかラショとかベタ赤とかこういうイメージが付けられる。
で、この人とそういうのは一切何もない。これなんか多分もう10年もんだよ。ね、もう70近くあるよね。ね、うん、ね、うん、10年ぐらいだ。いや普通はみんなこうなっちゃうんですよ。初めて分かるの知ってるの、まあ、超貴重だっていうのはこれすごい今高いみたいです。シンガポールで大体夜でバッティングだと 4,5 千ドルにする子供で 4,5 千ドル、うん、子供で 4,5 千ドルだからゴールデンキットだから、うん、これやったら次にごまかせないんだ。なるほど、うん、だからバッティングは 4,5 千ドル夜です。で原価でね50万ドルはするよね。これ正直で下取りで作ったのに。いやでもあっちの向こうのゴールデンヘッドすごいかっこいいですね。あれかっこいいな。あれね、あれは確かにね、なんか普通ゴールデンヘッドは初めてあんだけ金属光沢あるみたいな。ウルトラではない、交流という形で。これもだから、約10年ものだけど、10年ものの交流。見て分かってみて、このサイズ、こんだけ綺麗にやってるの、座ってるんですよ。すごい綺麗です。音も綺麗ですよ。これメスですか？オス、オス。多分ラッショウ、ラッショウ系だよね。ラッショウ系。ダブルユーでしょ。オス。すごい、10年。10歳。違う魅力あるよね。オスか。いや、本当にアロワナって、健康に育った本当に綺麗。なかなかこの水槽だねさ。この水槽だから大きくが1メーター20あるので、いや1メーターまで夢じゃない。もしこいつちゃんと餌も来てくれるんですよ。まあでもここまでの中は1メーターまではなんないと思う。これ今60弱ぐらい。70近くあるよ。70近くある。1800の1200ですもん。1200。実際は、メジャーでほらね、麻酔かけてあげてあげてないかわかんないけど、そのくらいあるんじゃないかな、近くて。どう？一号がでも全然でかく見える。あ、結構あるもんだって。そういうことか。はい、そうですね。あれちょっと心配ならちょっと普通すぎなんだよな。シャープだからか。オスとして。シャープな顔してますね。本当に1メーター逃げてすごいね。1メーター逃げたからずっと上でもね、この差が。ずっと追うことによってやっぱ餌も食べてくれるし、だから健全にそうですよね。狭いところはね、追いかなくなって水槽を大きくしてこのアロワナめちゃくちゃ綺麗です。そこでじっとするよね。奥行きが足らないとじっとしてしまう。そうです、大きくならないし、そのうちストレスでね、これもこいつにとっては狭いです。ここ行き場の半かと思いますか？違うね、これ入るとき、入ったときは真っ白けど、入った時真っ白だったんですか？渋谷さん、こういう関節になったベタカとかすごい。だから上から結構白いのが出てて、ウサギなんかもう白いのが出てて、まっすぐ見ながらやってて、そういうの知ってるから。それもさっき言った紅白になりそうな可能性がある。ベタカとかそういうね、変わったやつに行って、もう当然そういうの買う人ってのもみんなモニターで赤いのみんな持ってるなんて。だからもう逆にそういうのはもう逆にそういう違うやつ、ね、夢があるやつが売れるんだけど、これも入った時真っ白だった。胸びれもこんな赤くなかった。真っ白だった。真っ白だった。ここまで変化した。ただこれまだ赤い色出てないんで、これからこの辺にこういうのが出てくれるから。これはまだ赤いと言っちゃいけないところなんですね。赤じゃないです。そんなにのが赤いです。比べればちっちゃいけど。これは赤いですね。なるほどね。これは赤いですと思ってるから。これは緑皮。緑皮。緑皮した下地が、ウルトラで結構種類で、何匹も現地で見て。これは血行流ですよね。血行流、血行流、最角の血行流。これメスです。やっぱり先端に色が集中するので血行流。相手とはまた違う。違う。
はだから太陽の紫外線を当てるともっと埋められる原因なの。綺麗。そのところで黒い水でカットしてくすんだ色に入れて、太陽光で見るとこのタイプはね、エメラルドグリーンで綺麗。外で買えないからね。夏に死んだけだもんね。それの親見せようか、綺麗でしょ。綺麗ですね。これが親だった。ちゃんと親だ。これのあれだから、ヒーヒーばあちゃんくらいじゃない。ヒーヒーばあちゃんくらいの。ウルトラの方ですよね。そうそう。太陽光で外で買うと、この色が出る。このすごいですね。この実際俺もこれに近いやつもよく買ったもん。背中の色とかこう、中が緑になるんですね。黒水だとね、やっぱくすんで見えちゃうね。メーター20の奥行き120。年季の曇り具合がいい。そう、年季のもう曇り具合がもう年季入ってます、水槽。すごい。ワームスかね。あ、それね、そう、それもさ、YouTube のあのトップページ、あのサムネイルとか、要は表紙ですね。いろいろ考えたんですけど、僕と坂本さんのツーショットがいいか、坂本さんのウルトラの写真がいいか。表紙？表紙俺買うだめだよ、嫌だな。あ、あれ、うちのやつね。そう、だったらいいじゃない。あのね、こうやって、なんか、表紙を。坂本さん、ここオープンした時ってまだいなかったじゃないですか。もちろん、もちろん。何年ぐらいしてからですか、トリスの魚仕入れるようになったの。3年ぐらいですか。オープンして3、4年経ってから、ね、そうですよね。で、ウルトラはだからオープンして5年ぐらいでやっとウルトラで、5年ぐらいだよ。それがつい最近の。あ、これはいいですね。いいですね。お互い年取ってこんななっちゃった。これはいいね。それが30年くらい前ですか。そして30年じゃないですか。だから最初はだからウルトラ売ってくれなかったんでね、チレットでなくて、まあ、28年前かな。そうか、あ、違う、ごめん、ウルトラが27年ぐらい前って現地でトリスが名前付けたんで、ウルトラって初めてその名前聞いた時、ダサい名前だと思ってたよ。何ウルトラってと思ってでももう証明書もこうやって作ってたから、俺も何も言えなくて分かったかって、その時初めて、ウルトラって名前で連れた時の証明書で、そんな感じで、まだ若いよ。これがウルトラの最初の証明書、そうやってここにウルトラってのができた。ちなみにウルトラレクトの世界というのは、昔はウルトラ買ってるところもらえたんですよ。あ、そうなんですか。これもだからこのトリスが本作っトリスが中心して作ってくれた。それで日本語で、この時だから日本語と中国でもほら出したかったんで、北京語と必ず 2通り書いたんで、こうやって中国人もだから台湾人とかも読めるよ。でこれはだから売るなって言われたの。ウルトラを買った人だけあげろって。でこの本はだからお金も俺もほら、トリスが全部出したんで、まあ俺所有ただでもらったんで、今回だから俺もその通りに売らないでね、ウルトラを買った人にあげていった。でこれ最後の一冊だからもう貴重な本なんで、超貴重な本ね。今ちょっと中身ちょっと映っちゃったけど、あ、全然いいよ。分かんないんで、まあ一応話すけど、だから今から27年ぐらい前、それまでインドネシアに行った、ビンタンカルバって名前のファームしか許可が出、日本に許可が出なかったのよ。もう独占してたんだ。でそれが結局その後に他のファームがあちこちいくつか解禁になって、でその中にこのペテモンジュルっていうのも解禁になって、でその頃はまだ日本しか売るところがなくて、日本だけが一応許可出たのよね、アロワナの合法的に輸出が。でそれで一回うちに栄養来たトリスが、はい、ここに結構日本に来たんです。うん、それこも結構うちもほらもう魚も結構って有名だったん で、はい、で僕のなんか知り合いがなんか日本人でトリスと知り合い でトリスがなんかその人にちょっと名前控えるけどね、日本で結構魚いっぱい売ってるとこ、有名なとこどこだって言ったら、ポンテアナってなんか行ったみたいで、でここにその人と一緒に来て、
で、その時に言われたのが、その頃はまだビンタンカルバーの魚がやっぱり主流、ね、ほとんどメインで赤い魚は。ただ今だからいいけど、赤い魚いなかった。本当はその頃、僕が見てもやっぱり納得する赤い魚一匹もいなくて、どこにね、やっぱりなかなかいない時代だった、昔は、本当に。で、その時うち来て、その親を見て、普通営業に来たらさ、そういうこと言わないけど、ここ赤いの一匹もいねえなって言われたんだよ。うち来てみれば真っ赤なのいっぱいいるぞって言われて、それで、なんだこいつと思って。うん、分かった、じゃあ行ってやるじゃねえかと思って、で、その、トリスが帰った後に、1ヶ月もしないで、俺一人で行ったんだよ。で、向こうもびっくり、トリスもびっくりしてね、よく来たな、お前って感じで。したら、その時いっぱい親を、コレクションで、水槽にピースコで泳がしたの、真っ赤なやつを。で、その時にやっぱ思って、あ、これは、本当に赤か、みんな赤かったんで、あ、これじゃうちの魚見て赤くないって言うのも本当だと思って。その時俺も本当に行って赤くなかったら俺も逆に文句言って帰ってこようと思った。なんかこう嘘じゃない、赤いの一匹もいねえじゃんって言おうと思ったら実際いて、うん、あとそのそうやって言われたのは、まあ逆に本当のこと言ってくれたよね。それがきっかけで、ね、トリスとの。で、じゃあどうしてもだからこれ売ってくれって言ったら最初売ってくれなくて、赤いのはこれ俺のコレクションだから売らないって言われる。で、売るのはこっちチリレッドの方だ。それでもね、そこそこ赤かったんだけど、やっぱりその頃はまたウルトラって名前もつけてなくて、赤いのは売らないって言われて、まあそれでもチリレット何回か入れたかな。うん、でもやっぱどうしてもその赤いの美味しくて、2回目かにやっとウルトラ1匹コレクションでこのくらいの売ってくれたんで、その時初めてだから日本に赤い魚が入ったのはあれが最初かな。自分でも、うん、納得の赤だった。やっと手に入れたって感じだった。それが20何年前、27年ぐらい、7、8年前か。でやっぱチリレットも結構そこそこ赤くなったんでね、結構売れたんで、って言ってるうちにどうしてもやっぱりトリスに話したその時に、このコレクションの魚で子供取らないっつって、これだったらもうね、いないからって、高くても売れるから、値段は高くてもいいからこれを気に入って子供取ってくれっつったの俺が。でそれトリスが年齢的にももう熟成してたんだね、年齢的には分かったっつって、でそれを池に入れて、でそれ取れた子供がをだからウルトラって名前で、それがウルトラの始まりだね。いろんなお客さんの取材もあって、全部こうやってウルトラばっかり。よく残してるな。これウルトラの種親。写真。さっきの話であった。そう、池に入れてくれやつって。へえ。これ。で泳いでその上から写真撮ってます。でこれでウルトラが撮れた。でやっぱ撮れてたらすごいよ。ね、やっぱそんだけほら。コレクションでずっと若い親を揃えてたからね。だからやっぱりこういうのがね、固定できたんだね。うん、他のファミリーじゃそうでもなかった。ハントのとこなんかほとんど赤いのいなかったからね。ガンさんもそう。ガンさんも雑誌のとこに真っ赤れる。池の中で。それで一匹だけだったんだよ。赤い。だから池に入ってこうやって抱っこして写真撮今はどうかわかんないけど、だいたい池に入ってくる写真撮ってる写真のやつはみんなそうなんだよね。あとちょっと加工ですかね。そうそう。坂本さん、今週の30周年ということで、うん、ちょっと僕から今日プレゼント。だってこの前も、あれはほら、花ですから。花とはですね、25年ここに通ってきて、移してきたウルトラの、うわ、コレクション。マニアさんの宅とか、ここで下取りで入ってきたウルトラとか全部制御です。すごいね。坂本さん30周年ってことで30匹ウルトラ30匹すごいすごい。これはもうね、パソコンでもう集めたんですよ。これ俺も一応パソコンに全部入ってくるこれを全部拾い出してこうやってやるってさ、大変な作業だよ。うわ、ありがとう。今忘れ去られてるね、坂本さん。ほらたのまた、これもみんな僕が見てきたマニアさんのお宅で撮影してきたウルトラを、結構流、脱小光流、ベタ化で分けたんです、うんうん、合ってます。これなんかひょっとしたらラッションになるかもな。まずこれ若いじゃん。僕はこれ彩覚で、これ組閣と思ってるんですけど、これここまでほら入ってくから。ただこれ6歳なんですよ。6歳か。そう、若かったらね、入る可能性あるけど、これが氷だね。ですよね。これひょっとしたら脱走になるかも。だそうです。僕は分かんないけど。6歳。6歳半。まあでもこれは分かりやすい。はい。売り方というか。こういうの知っておくと、ここでの、その、
ウルトラ探しが多分楽しめる、面白いと思います。いや結構お店も適当に名前つけて売ってるんで、結構売れとかラショとか、ベタじゃないのよ、ベタガーネルとかさ、もうふざけた、もうスポンヘッドでもラショとか売ってるとこも多いんで、だからもうそういうのは 俺が許せなくて、だからもう本当のことずっとね、ホームページで書いてね、やってたんだ。まだまだ龍魚すけポンティアナさんの魅力の動画は続きます。今回はこの辺りを前編として終了しますが、次回そのまた次もお楽しみください。アニバーサリープリントは嫌だったんだよ、あの刺繍で入れてる、これはもううちのお客さん、考えてみたらプリントじゃないの、刺繍だもんね。しかしね、プリントでやったんだ、白くなってアスリクションで、これは刺繍プリントプリント T シャツに、ね、これは夏やったんだ、刺繍で、刺繍すごい、これがあのアニバーサリーアニバーサリー30周年です、30アニバーサリー販売ではなく、ウルトラ買った方に、じゃあアニバーサリー30入れる、買うことはできないということなんですね、この販売しません、販売はしません、あとこのステッカーもつけて、ステッカーもつけてこれもだから絶対買った人じゃないとあげない、買った人じゃないとあげないから、お店を始めた頃に僕が描いたんですよ。あ、坂本さん描いた絵なんですか、これ。そう、それを坂本さん、すごい、この子はまたとにかくウルトラじゃなくて赤い魚がやっぱり目に行きたかったんで、自分で描いて赤くして、僕は初めて化石に入れて成功したのに、はい、これ表紙になったんで、これ俺が撮ったやつ、2週間で、この時はもうしっかりして尻尾をこうやって動かしてたの、